10.20 成田現地闘争の現場 10.20 成田現地闘争は1985年10月20日に千葉県成田市の三里塚交差点付近で中核派を主力とする極左過激派グループが成田空港問題をめぐって警察部隊と激しく衝突し多くの逮捕者を出すとともに管制塔等の新東京国際空港施設を襲撃した事件である。大規模な暴動と空港への損害を阻止できなかった警察当局が批判を浴びた一方で大量に逮捕者を出した中核派も事件以後は大規模な闘争を実施できなくなった。中核派他極左暴力集団は、成田空港問題を1985年の最大の闘争課題に掲げ、成田現地に延べ約10万1000人を動員して、集会、デモ活動を繰り広げた。特に4月に全国新聞に掲載された、成田は今と題する政府広報が、新東京国際空港に寄港時着工のためのものとして受け止められ、危機感を強めた。極左暴力集団は、2機工事阻止に向けて、爆発物等発射装置や次元式発火装置等を使用したゲリラ事件を起こすなどして、闘争を激化させていた。活動からは、1980年に大韓民国で発生した学生を中心とした民衆蜂起である光州事件から刺激を受けていたとも言われる。反対派の集会が開催された三里塚第一公園この日、新東京国際空港の2機工事に反対する三里塚芝山連合空港反対同盟北原グループ主催の全国総決起集会が千葉県成田市の三里塚第一公園で開催される。この際、実力闘争による廃校を目指すグループの参加が予想されていたことから、千葉県警警備本部は千葉県へ応援派遣された東京都の警視庁、第1機動隊、第3機動隊、第4機動隊等の各部隊を三里塚第一公園から三里塚交差点付近に、千葉県警察の各機動隊を成田空港9第5ゲートに配備した。また、千葉県警新東京国際空港警備隊の6個、空港機動隊と関東管区機動隊3個大隊を、成田空港の北側から東側にかけて配備した。さらに、千葉県警及び警視庁航空隊による航空機隊を上空警戒させた。この決起集会には約3900名が参加した。警察では、決起集会の暴徒化、テロゲリラ事件を未然に防ぐため、当日は集会の前に会場周辺で厳しい検問を実施し、決起集会参加者に対する職務質問、所持品検査によって安全を確保したはずだった。ところが、集会も終盤に入った午後4時10分頃、中核派をはじめとする徹底抗戦を掲げる支援党派などは、決起集会の予定日から数週間も前に三里塚第一公園の地面や植え込み等に埋めて隠匿していた大量の鉄パイプ、丸太、火炎瓶等を掘り出し、凶器として参加者に配布してしまった。また、投石用の砕石や、旗竿やプラカードと称して、申し訳程度に小旗を添付した竹竿や角材を搭載したトラックやダンプカーが会場内に乱入して、さらなる凶器を供給し、鎌田正自然学連委員長らのアジテーションにより、決起集会参加者は暴徒化した。また、中核派はこの日のために大量に白のジェットヘルを、購入し、それを参加者に配りその場で中核の文字を書かせた。サングラスバイクゴーグルをつけ、黒薬系を着装した中核派部隊を先頭に武装した1000人を超える集団は公園を立ち、成田空港第3ゲートに向かって進撃を開始した。千葉県道106号八日市場桜線を進んで、成田空港への突入を目指す暴徒は、届け出のコースを外れてそのまま東進すべく、千葉県道62号成田松尾線と交わる三里塚交差点に進入した。三里塚交差点では、事態の急変を受けて警戒中の警視庁機動隊の各部隊が大盾を並べて阻止線を作って待ち構えていた。これに対し暴徒は正面突破を試み、午後4時20分過ぎに両者は衝突した。丸太を抱えて、スクラムを組んだ数十人の戦闘集団が機動隊に突進し、体当たりで阻止線の一角に突っ込んだところを、後続してきた鉄パイプなどで武装した数百人の集団が殴りかかった。機動隊は即座に応戦し、放水車から発射した放水砲と催涙ガスの援護下に、ボートの検挙を敢行した。挟み撃ちを試みた機動隊が押し返され逆に包囲されるなどボートは必要な抵抗を行い、阻止線から突出して孤立してしまった機動隊員を取り囲んで袋叩きにしたり、機動隊に対して砕石や火炎瓶を投げるという激しい集団武装闘争を展開した。機動隊は鉄パイプでの殴打や倒れたところに火炎瓶を投げつけられるなどの攻撃で重傷者9名を含む59名の警察官が負傷、放水車及び装甲車3台が火炎瓶等により損傷を受ける被害を受けた。他方、三里塚第一公園周辺の市街地のあちこちでは、決起集会参加者や一部の野次馬が街宣車からのアジ演説によって暴徒化し、全国各地から警備に駆けつけていた都道府県警察の各部隊に対して乱闘を挑み、市街戦のごとき様相となった。やがて、機動隊が交差点を制圧し、第一公園まで押し返された暴徒は、投石や仮設トイレを倒して、お仏をぶちまけるなどの妨害を続けたが5時過ぎに、機動隊が公園内に入って活動家らを逮捕していった。結果として、警察は241人を公務執行妨害等で現行犯逮捕した。三里塚闘争で発生した逮捕者の数としては、第二次大執行に次ぐ規模であった。偽装消防車による攻撃を受けた、新東京国際空港管制塔をまた、三里塚交差点での衝突とほぼ時を同じくして空港内外で川老協によるゲリラ攻撃が行われた。川老協の犯行声明によると、同日午後5時頃、京成電鉄成田駅構内に停車していた列車が発火装置により放火された。また、同時刻には空港近くの山林や古体屋にも放火され、煙により航空機の離着陸に影響が出た。午後5時30分頃、川老協のメンバーがタクシーに偽装した車両と偽の身分証明書で空港の検問を通り抜け、同35分頃空港内の旅客ターミナルビル、駐車場内で自分たちが乗ってきた車両と別の車両の計2台に発火装置を仕掛け、逃走した。装置が作動して車両が炎上すると、消防士に変装した川老協の秘密グループ、決死隊が、事前に用意していた成田消防署の車両に似せた偽装消防車と偽装消防指揮車で空港に乗り付けた。偽装消防車には火炎放射器と散弾銃が装備されていた。高度な偽装によって警備側は決死隊を消火のために来た本物の消防隊と見誤り空港内への侵入を許してしまった。決死隊は管制塔前に偽装消防車を止めて装置をセットすると偽装消防指揮車で逃走しそのまま行方をくらました。その約8分後、消防ホースのノズルに偽装した散弾銃から火薬で一気に放出された200個のパチンコ弾が管制塔の窓を破壊した。川老協の計画では、続いて破壊された窓をめがけて火炎放射がなされ、管制塔炎上により管制機能を喪失した。成田空港は事実上の廃港となる手はずであった。しかし、火炎放射器は故障によって作動せず、偽装消防車はそのまま炎上した。これにより、管制塔炎上という最悪の事態こそ免れたものの、管制塔は一部損壊し、空港機能が一時麻痺した。この作戦の立案と偽装消防車の製作は、数年前から準備していたと言われている。極左過激派や暴徒化した一部市民による掃除を許してしまっただけでなく、空港中枢部までをも損壊される事態となった。この事件について、事前に兆候を察知できなかった警察は、世論の猛烈な批判を浴び、周辺住民からも、デモ隊には、地元の人は、ほとんどいない。みんな他人の町だと思って、ひどいことをする。暴れた連中はみんな捕まればいい。火炎瓶や、たくさんの石の持ち込みをチェックできなかったなんてだらしない。市街地で迎え撃つ警備も、住民の保護なんて無視したひどいやり方だと双方に対する怒りの声が上がった。この事件は、成田空港開港以降としては、最大規模の反対派と警察の衝突であった。しかし、1990年代頃から、成田空港問題円卓会議などの政府側と一部反対派住民らとの話し合いが行われ、成田空港建設に際しての手続きの不備や精神的苦痛について内閣総理大臣村山富一による謝罪がなされたことなどから衝突事件は少なくなり、1995年以降、空港に寄港時への用地買収に応じる農民も増えた。1992年12月には、第2旅客ターミナルが供用を開始したほか、東方地区の未買収地を避けて、当初計画よりも北に移動する形で、ビリ滑走路の2500メートル化が進められ、2009年10月22日から供用された。一方で、現在でも移転に応じない農民や、極左過激派構成員らが、空港整備予定地内で生活、工作、活動を続けており、誘導路の線形等に支障をきたしている状態が継続している。中核派は 10.20 闘争で、これまでにない全力動員で、機動隊と衝突した。中核派は、翌年以降に実施予定の東京サミット、昭和天皇の在位60年記念式典、沖縄国体への天皇法を記、国鉄分割民営化を阻止するべく大々的に闘争を行うとしており、10.20 はその前哨戦として位置づけていた。当時、中核派は構成員が1万人いると言われていたが、集会、デモでは、いわゆる公然部隊しか参加させておらず、その内実はそれまで一切不明であった。他方、10.20 で逮捕された者241人の中には、国家公務員5人、地方公務員22人も含まれており、東北の山奥の小学校教諭などの非公然活動家もいた。この教員のように逮捕時の身柄拘束で無断欠勤となったことで、初めて活動家であることが周囲に判明した者もいた。翌月4日付の中核派機関紙、前進では 10.20 決戦の勝利によって、労働者階級人民の総決起を基軸に、革命軍の革命的ゲリラパルチザン戦争と、大衆的武装闘争を相乗的に発展させる戦い、先制的内戦戦略の工事段階の進化を発揮する過程に突入したということであると主張しているが、非公然を含む活動家から大量に逮捕者を出したことによる組織への打撃は相当大きく、これ以降、中核派は今日に至るまで大量の逮捕者を出す闘争、テロを実施しておらず、中核派による市街戦も翌月の国電同時多発ゲリラ事件が最後となっている。事件から10年後の1995年6月に鎌田正史ら16人の有罪が確定した。この事態を受けて成田市議会では条例を改正し、過激派が参加する北原派の集会に公園の使用許可をこれ以降出さないようになり、北原派は同盟員の畑で集会を行うようになった。今回の衝突で、三里塚近隣の商店は、ガス弾や火炎瓶が飛び込んで被害を受けており、付近で営業をする住民は、地元として、ほっとしたとコメントした。ありがとうございます。